福山です。ふみんです。若手 TV です。今回渋谷でやりたい企画があります。はい、チャンネル登録してる YouTube を見るだけで学歴当て対決。おー、この企画はですね、街中の人のチャンネル登録する YouTube 一覧を見せてもらって、うん、その人の趣味趣向を判断し、偏差値を超える風味美山で対決して近い偏差値やった方の勝ちという企画。7本勝負でどっちの方が多くポイントを取れるか対決していくという企画です。はい、まあ、分かって TV も登録してたら高学歴みたいな感じですね。ああ、そうなんですね。負けた方からはプレゼント自腹でさせてもらいたいと思います。チャンネル登録まだなし、チャンネル登録お願いします。 Twitter と、インスタも概要欄から登録してください。はい、それではいくぞ。学歴当て対決だ、スタート。わかって TV。 渋谷で男の子2人組見つけました。はい、今回なんですけども、はい、チャンネル登録してる YouTube を見るだけで学歴当てられる対決っていうのをやってまして、はい、お兄さんが結構わかって TV 見てくれてると。おお、ちょっとなんかわかって TV 見てる俺恥ずかしいみたいな思ってるやろ。ちょっと江戸時代初期のキリスト教か。おい YouTube の画面とか見せていただいてもいいですか。さあ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 、はい、あ、将棋好きや。分かって意味は登録してあるやん。ブレイクする佐々木いるよ。あ、ブレイクする佐々木、ど田舎に住んどる YouTuber。 やめろお前、言うなそれ。お、面白いね。はいはいはい、ゲーム好きやね。シューゲームズね。あ、ベテランチも登録してる、ね、登録せんでええぞこんなやつ。やめろお前。お、時田塾チャンネル、予備校乗りでもある。お、西教授。でも下に行けば行くほど最近見てないチャンネルやったりもしますから、はい、受験時に西教授、時田塾チャンネル、はい、予備乗り、この辺り使ってたんでしょうね、はい、あ、なるほど、ね、なるほど、はい、もう読めました。あ、本当に OK、 はい、大丈夫です、はい、決めました。いきます。はい、せーの、72.5。僕、東工大って予想しました。あ、本当に将棋やるのは、私立文系できないんですよ。え、マジで理系能です、完全に将棋は。いや、いやそれ意義ありで、何あり、いや、9万バグ大学とか、あ、確かに図書館とか登録してた。ああ、確かに。おそらく、私立文系マーチ。わー、テキテキ好きだやん。答えしましょう。お兄さん、今通ってる大学学部、教えてください。明治大学の理工学部です。おというわけで、ビーヤマの勝利、やっしゃー、惜しかった。でも低いチャンネルも登録してた。あー、そこ見えてなかった。そこ見えてなかった、全然。はい、じゃあちょっと大人のお兄さん見つけました、はい、今回なんですけども、はい、チャンネル登録してる YouTube を見るだけで学歴を当てるという企画をやってまして、はい、その対決形式なんですけども、はい、じゃあお兄さん、早速見せていただいてもいいですか。はい、さあ、行きましょう。はい、あ、行学長、はい、リベラルアーツね。で、ポーカーチャンネル多いね。ポーカー、麻雀、あ、将棋。あ、待って、F1 F1 大学就職チャンネル。え、ソーセラの羅針盤チャンネル、これビジネス系ですね。なるほど。え、結構これはなんかエリートな可能性がありますよ。いや、ちょっとこれ怖いな、うん、あ、丸山ゴンゼレスの裏社会ジャーニー、これはネバタ P も好きな YouTube です、ね、そうなのね。ちょっと、これ難しいな。ポーカー、麻雀、将棋でしょ。はい、で、裏社会と裏社会、裏社会の人ですか。そう言われたらそうだよ。全然ちゃうやろ。まあ決めたかな、はい、いいですか。じゃあせーの、67.5。僕の予想は、はい、投資系のチャンネル登録してるんで、はい、商社とか、はい、証券マンとかで、はい、早稲田大学商学部、はい、67.5 ぐらいじゃないかな。マジで。 B 側は、はい、まあ、2点ありまして、はい、まず1つ目が分かってみる登録していないと、はいはいはい、まあ、これはちょっとまあ少し高学歴見るのきついのかなということ。あと、F1 の就活があったんで、ちょっと共感する部分がね、多分あったのかなと。なるほど、なるほど。というところで45でちょっと低めで、はい、いきたいと思います。じゃあ答え合わせしましょうか、はい、お兄さん、通われてた大学を教えてください。学習院大学の心理学科です。あー、高い。高田文美のが近いということで高田文美勝利です。わ、ちなみに今どういう会社に働かれてるんですか。物流関係です。なるほど、物流、運転手が似合いますね。やめろ、関係ない。あ、物流っていろいろあるのよ。渋谷で女の子2人組見つけました、はい、ちょっとね、いろいろ聞きたいことあるんですけど、はい、まあ、ちょっと今回のルール上、はい、チャンネル登録してる YouTube だけで学歴当てられる対決、やっていきたいと思います。今回はこのお姉さんで対決していきたいと思います。お、はい、どんなチャンネル。おお、おあ、来た。ドエロスケベ女出た。サイキポインティのワイダン TV、ね、X 大喜利みたいなチャンネルなんですよ。まあまあそうですね。もうこれ R ちゃんもね、結構下ネタ系なんですよ。そうなのね、はい、もう夜の一人遊びってもはやそういう意味なのかなっていう。いやいやいや、ちょっと、はい、この辺はまあまあまあ、あー、アスカキララとかね、はい、はいはいはい、これはですね、はい、高学歴はスケベなんです。いや、そうなのか。はい、好奇心に満ち溢れてるのが高学歴やったりするんで、はいはいはい、僕は意外と高いかなと。ちょっとヒントになってもたな。オッケー、わかりました、はい、出ました。いきます、はい、せーの、67
67.5。 あ、一緒だ。東京理科大理系やと予想して、はい、ちょっと植えてるのかなって言いましょう。やめろお前、僕は東京外国語大学から。あ、外国大学、はい、大体いろんなとこにオープンなのかなと。なるほどなるほど、イメージ実質これもノーカウントみたいな感じになっちゃいますけども、はい、聞きましょうか、はい、じゃあお姉さん今通ってる大学学部教えてください。ごめんなさい、青山学院大学です。スケベ大学や。やめろお前、おい。合宿では必ずがあると言われてる。しかしてねえよお前。じゃあ渋谷でお姉さん見つけました。はい、お願いします。今回の企画がチャンネル登録してる YouTuber を見て、はい、学歴当て対決という企画で。はい。じゃあちょっと YouTube 画面とかちょっと見せていただいてもいいですか。はい、すいません。おお、あ、また再起ポインティー。ああ。人気だな。これこれとか好きなやん。これね、はいはい。あ、分かって TV もありました。ありました。ありがとうございます。鈴木優太とかね、これ戦慄かなのとかね、こっちはね、うん、ちょっとね、陰寄りです。そうそうそう、これこれ界隈と呼ばれてる、ね、ちょっと陰寄りな人たちですね。あ、ヒカキンとかね、あ、煮卵ちゃんとかね、はい、あらおろお兄生と飯田もそこに落ちてるんで、多分しばらく見てないんで。あんま額が高そうな YouTuber はそんなになかったかな。意外になかったね。だからクイズノックとか、そう、東大生系も少なかった。少なかったですね、はい、いや決まりました。ふみ決まりました。はい、じゃあ行きましょうか。せーの、72.5。高い。僕予想偏差値50にしたんですけども、はい、陰寄りのチャンネルが多かったんで、はい、まあ、クラスの隅の方にいる、うん、そういうタイプの女の子やったんちゃうかなという予想。B 山は、東工大だと思います。はい、まあ、ちょっと闇系が多いんで、はい、まあ、ちょっとね、夜はこの引きこもって、はい、YouTube 見てるんじゃないかな。まあ、でもね、勉強もできるんじゃないかな。なるほど、はい、なのでまあ偏差値 72.5 だと思います。答えしましょうか。はい、お姉さん今通ってる大学学部教えてください。河原工業大学システム理工。はい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 、いけたんじゃないかな。やる。偏差値 52.5、はい、理系プラス合資 57.5 で高田風民の勝利です。ダメだった。結局どの YouTuber が一番好きなの。受験期ずっと分かって TV 見てたんですけど、はいはいはい、落ちて見れなくなっちゃったこれあるあるらしいっす。あるある。高校時代は分かって TV 見てて、はい、F ランとかバカにしてたけど、いざ自分も F ランになってもて見れなくなるし受験生のお前ら嘲笑う側になってくれよ。はい、前半4組終わりましたけど、はいはい、高田風民は2勝1敗1分けですね、はい、そうですね。 B 山さんは1勝2敗1分けと。 YouTube はやっぱ風民詳しいな、うん、あ、詳しいです ね。 B 山さん昔好きな YouTuber ヒカキンって言ってましたもんね。いやもう、確かに言ってたなブンブンハロー YouTube じゃあ、渋谷で男の子見つけました。はい。チャンネル登録してる YouTube を見るだけで学歴当て対決という企画をやってまして、お兄ちゃん、じゃあちょっとチャンネル登録してる YouTube 見させてもらってもいいですか。はいはいはい。ポーカーチャンネルとか、はい、分かって TV もありますと。ありがとうございます、気まぐれクック。あ、翻訳チャンネル、これヒントやな。ちょっと分かる。これ声優ですね、はい、生物系もありますね。川口春奈。むずい。まあ、声優も好きやし、アプリも好き、ポーカーも好き、生物も好き、趣味多様すぎると。むずいな。マジでむずいね。ちょっとインタビューもしていいですか。どんな時に見てるのかとか。あ、そうだ、チャンネル登録してることに関していいかね。あれ、堀川亮無料の声優養成所、さっき見逃したけど、こんなんもある、はい、え、興味あんねや、そっちの道に。あ、そうですね、はい、ちょっとまあ見てみようかなっていう。ほんと分かんなくなったわ。だから生物系だから俺医学部とかかと思ったんよ。あ、なるほどね。最初だけど声優見ないよなと思って。確かに。オッケー、ピアノ消えました。行きましょう。行きますか。せーの、47.5。 おー、 47.5、 57.5 でした、はい、理由は東京農業大。あー、そっちか。とかで、はい、まあ、生物好きで、はい、まあ、ワンチャン声優に方向転換をちょっと考えてる、はい、高すぎると、はい、もったいないってなるやん。学歴がもったいないってなるから、はいはいはい、東京農大ぐらいになっちゃうかなっていう予想ですね。 BM もちょっと近いんですけど、はい、専門に近い大学、東京工科大学かなと思いまして。おー、まあ、多分声優の人の中にいるんですよ。なるほどなるほど、はい、じゃあお兄さん、はい、今通ってる大学学部教えてください。上智大学法学部法律学科です。俺の勝ちやね。高田風民の勝利です。あ、上智。上智。いや、ちょっともう法律チャンネル登録しといてよ、ね、確かに。岡野武史、確かに岡野武史、高卒弁護士ね。やめろ、はい、もうじゃあ、中間報告で、はい、3勝1敗1分けで高田風民。いやもう B 山絶対絶命ですね、これ。あと残り2試合なんで、はい、2つとも B 山さん勝たないと、はい、まず引き分けになれない、はい、次負けると B 山の負け確定です。いやちょっとむずいね、今回の企画。これむずいね。ちなみに風民のさ、チャンネル登録どんな感じよ。いや、もうちょっと分からへんな、どうなんや。
ロバ TV マー光るフランチャイズチャンネル森鉄。今日森鉄登録少ないね、なんかね。人気はね、やっぱないのよ。やめろ、お前。面白くないかもね。もうなんかちょっとあんま面白くないから、フーミンのこのおすすめチャンネル教えてるじゃん。おい小池ですね。やばい、これ若手 TV のアイコラ作ってるやつや。若手 TV ネバタ P の名場面ベスト3。B 山の登録してるチャンネルは？ひろゆき。切り抜きめっちゃ登録してんな、ね、FN プラブライブ。ニュース見てわからんやろ。やめろ。厚英語、あ、両学長。何や、保育系 YouTuber モカちゃんって何やねん。分からん、俺も赤ちゃんプレイが好きなんだ。やめろ、お前ちょっと俺の性癖言うな、もう。そうなんか違うからね。 B 山はなんかおすすめの YouTuber とか、まあ、おすすめの YouTuber はまあこれですね。 The First Take。 いえ、もう王道も王道。 B 山浪人してるから受験は2発取りやないか。やめろ、お前。おい、何言うとんじゃん、お前。現役合格の俺が First Take やわ。分かったね、もう。じゃあ、渋谷でお兄さん見つけました、はいはい、チャンネル登録してる YouTube を見るだけで学歴を当てる対決っていうのをしてまして、はい、ちょっと YouTube の画面ちょっと見せていただいてもいいですかね。ちょっとね、B 山さん追い込まれてますから。いやね、ちょっとね、いいですか、見せてもらっても。はい、キヨ、エビスジャップ、カナダ電、呼び乗り、呼び乗り、あ、少ない、こんだけ。てか、分かって意味は出してないっす。登録してよ。少な。じゃあ、予想しましょうか、はい、いや、これはね、結構でもまあ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 、どちらかというと、はい、まあ、高学歴系の YouTuber 登録してますからね。これはちょっと当てる自信あります、僕。わかりました。はい、OK です。せーの、72.5。 おお、 2.5 高いぞ。まあ、今呼び乗り匠と花で登録してるんで、はい、理系なのかなと思って。まあまあまあ、ただエビスジャップ登録したんで、はいはいはい、これ慶応の理工かなと思います。え、僕も同じです。え、慶応の理工の偏差値を覚えてなくて 72.5 ぐらいちゃうかったかなっていう。じゃあ、じゃあ答えしましょうか。はい、頼む。お兄さん、今通ってる大学学部教えてもらってもいいですか。東京大学の理科入院。なんとか、なんとか。え、東大、はい、東大生のおすすめ YouTube 聞きたくない。どれを結構一番見るの。花伝が、あ、花伝好きなんや。面白いです。分かってみるの見やすい。あ、ほんまに。じゃあ東大生から見たら分かってみるの魅力をちょっと話してよ。面白いっすよ。ないやないか。全然ないわ。謎のマーケルな。というわけで、チャンネル登録してる YouTube 見るだけで学歴当て対決やってきました。はい、結果は、坂田風民の4勝1敗1分けで勝利です、はい、いやー、ちょっとね、今回難かったわ、これ。難かったです。まあ、僕も気持ちのいい勝ち方とはできなかったです、正直言って。結構難かったですよね。登録してる YouTube だけで学歴は分かんないっていうことがある意味、うん、そうですね、そういうのが立証されましたね。まあ、ただ、あの、エッチなチャンネル見てる人はエッチだと思います。はい、それは間違いないでしょうね。なるほどですね。はい、負けたビデオから皆さんにパーカープレゼントしたいと思います。皆さん、チャンネル登録と高評価、概要欄、Twitter、Instagram も絶対お願いします。じゃあ、今日はこの辺で、バイ。